俺たち GK 略してオルツリーの講釈だからそのとこよろしくおはようございます。今日声でかいね。編集やっと終わって今お疲れでした。ありがとうございます。はい、ということで今日はオルツリーの大人気企画料理動画です。本当に大人気大人気にしていきたい企画ですね。そうです。はい、で今日もまあ僕が、まあ、料理といえば宝ですよ。はい、そうなの。そうですよ。そうなんだな。まあ編集中とか俺がよく作っとるイメージだけど、まあまあまあそういうことにしておきますか。はい。そうそう、表では僕ですけど裏では小島です。はい、それで、まあ今日はね、僕がゴーシュ君のためにおお買ってきました。魚をマジですか。はい、何買ってきたの。カレイ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 ってペチャってやっとるやつやね。そのペチャってやっとって、切り目が左っていうよね。カレイは右向くって言ったけど、はいはいはい、そのカレーを買ってきました。はいはい、カレーね。で、それを使って、今ちなみにゴシャクが大得意なんですよ。そうなんです。で、食べれるのも辛そうだから、まあ、今回は僕がゴシャクのために、和食テイストで健康的な和食料理を作っていきたいと思います。和食の定食ってこと。はい。いいね。任せてください。大好き。はい。って感じで今やっていきますけど、はい。お楽しみに。お楽しみに。はい。まあ、撮影してるの俺なんですけどね。はい。ぜひ、カボンも料理動画も。ぜひ見てください。ぜひご覧ください。はい、ということで、じゃあ、早速じゃあ、行きましょう。よし、行こう。はい、一斉やるので、次ダメだ。はい、ということで、やってきました、宝塚キッチンです。来ましたね、この日は。はい、で、こちらです。ででん、でかめ。でかいね。今日でかいです。今日の彼はでかい。はい。夫婦じゃない、これ、多分。夫婦です。お父さんとお母さんです。なるほどね。はい。いや、まだ多分、子供とかおらん。もういいよ、おい、でえでえでえ。はい、で、今日はこのカレーを使って和食料理を作っていきます。素晴らしいね。ご飯ももうパンパしとるからね。俺に振る舞うっつって俺んちで振る舞ったらいいですね。すいません。いきましょう。はい、で、まずは鱗取ってきます。はい、鱗。実はこの鱗あるんですよ、ちゃんと。あるんや。そう、なんかなさそうには見えてあるんですよ。なるほどね。まあ、こんな感じで鱗取っていくと綺麗な取るね。そう、まあ、カレー初ですよ、俺釣り。初カレーか。初カレー釣ったこともないっていうね。釣ったこともない。次に2匹目ロゴ取ってきますよ。うん、早送りスタート。パチン。手洗っておきます。はい、お願いします。なるほどね、水気を取ると。そう、できます。なるほどね。はい、水気を取ってさばきやすくします。なるへそ。今日はしっかりしますよ。しっかりする。いつもしっかりしとるやろ。いつもしないです。なんだそれは。はい、とりあえず水気を取りました。はい、ありがとうございます。これが一応ロゴ取ったカレーです。これスポンポンですよ、これ状態。スポンポンですね。はい、はい、で、今からやっとおさばいていきます。その包丁はこれ名刀メルク包丁です。メルク包丁、トリコですね、はい、ありがとうございます。まずはここに、うん、エラがあるんやん。このエラを取ってきます、うん、はい、こんな感じで根元から取っていきますと。はいはいはい。で、この辺にも入れて、で、あとは手で取ります。なるほど。まあ、本当だったら包丁でやれんけど、うん、ちょっと切れんけで、ちょっと僕に技術ないんで。なるほど。頭落とさんね、一気にドンって残します。そうなんや。ちょっとおしゃれします。なるほどね。でも血合いとか取れんくねえのかな。取れます。はい、取れれます。取れれます。エラ取れました。おぉ。次に内臓を取ってきます。はい。内臓は、はいはい、実は、うん、これね。えぇ、だからここにちょっと切り目入れます。切り目を、切り目、切り目を、切り目入れていきます。なるほど。じゃあ、ほら出てきたやろ。できた。それは、はい、こうやってこの圧力で、はいはいはい、これで引っこ抜くと。引っこ抜きます。ちょっと、で、まあ一応もう一匹もやってます。 OK。 はい。あ、あいこ、あんまりチョコって苦手なんやな。なんでチョコが結構苦手でさ。チョコめっちゃ好きやん。これでオレンジのポッキー食べたの宝って動画で分かる。なんでやばそれ。やばくない。こいつこうやってなんかいい格好してますけどね、オレンジの食い物めちゃくちゃ食ってますね。多分ね、この2年間一番食ったの宝。なんか洗ってきます。これで洗った姿がこちらになります。はい、ということでカレーができました。一応おできたんで、はい、次は煮付けの煮汁を作っていきます。で、使うのはこちらです。煮汁じゃねえ。お前めっさらめってじゃねえ。さっき。はい、で、今日使うのはこちらです、はい、ででん、醤油、料理酒、みりん。で、これ砂糖ね。そう、これがね、オレンジ使っとるやつね、これ。いいっすよ、これめちゃくちゃ甘いの。カロリーゼロの砂糖。砂糖水って感じだね、もう。砂糖水。で、これが生姜。生姜。では、この5つを使って、今から煮汁を作っていきます。ないっすよ。はい。まあ、この辺はもう目分量でいきます。おぉ。もう感覚でいきます。で、まず醤油。はい。うわ、オレンジの醤油結構使ったね、今。すいません。犯人です。すいません。で、お酒。で、みりん。
みりん。はい。で、続いて砂糖。砂糖も入れるんや。砂糖水入れます。砂糖と水で、生姜。あ、もう入れるんや、生姜も入れます。ほえで、これから沸騰させます。あ、水入れんのよ。まだ入れません。おい。で、こいつがいい感じになるまでちょっと待っていきます。めっちゃいい匂いするんけど。先に俺焼くんかと思った、油とかで。やろ、そう思うやろ、うん、違うんですよ。先に水を作ってからこの上にカレーを置くん。染み込むんや、しっかりと。そう、うまそう。はい、じゃあ今からカレー入れていきます。はい、はい、じゃあ豆乳。ジラスな豆乳。これでかいですね。でかっ。うまそう。そうです、うまいですよ、絶対。で、こうやって汁をかけていくと、その割れ目に。割れ目に。これうめぞ。落ち着かなかったかな、汁が2匹あったから。水がとか言えないの。あ、それ水だよね、水。でも、すんな、むしろしてうまい。で、こんなもんかな。OK。 で、余ってけんけども、うん、人とかせんでいいや。素晴らしいですもんね。煮付けっていうのが、蓋が大事なんですよ。蓋が大事なんや。はい。まあ、いわゆる、落とし蓋って言ったよね。落とし蓋。落とし蓋。高校の俺。高校受験の俺。それは昔みたいな。クッキングシートを使ってやっていきます。で、これを折ります。うん。この半分折ります。で、ここを下にして、次は曲げます。なるほど。もう一回曲げます。あと飛行機やん。ちょっと飛行機の完成。と思いますよね。ほう。一見飛行機に見える、このクッキングシュート。はい。先端切ります。うん。で、続いて、この辺にちょっと円切りにきます。そうすると、まさか、フラワーの完成です。なるほど。はい。ちょっとでかかったな。いいんじゃないの。まあいいかな。で、これを、味がちゃんと染み込むってことや。そうです。で、これで待ってるだけか。はい、あと待つだけです。裏返したりせんでいいってことや。あ、お、素晴らしい質問です。マジで。え、本当に大丈夫それ。素晴らしくない質問を。素晴らしい。そう。裏返しには答えしません。おお。裏返しにすると、カレーってすごい崩れやすいんや。あー、ホロホロやもんね。そう、ホロホロやから、だから、もう裏返しさずに、そのままいきます。このままいくと。はい。これでどれぐらい待つの？これで、あとは、うん、ドロドロ。そう、ドロドロ。なってきたら、いいんじゃないって感じ。なるほど。じゃあ、待っていくと。絶対待ってきますね。はい。ちょっとまだできましたよ。できた。はい、こちらでーす。うまそう。カレーの和食セットでございます。和食セット。はい、和食定食ですね。カレーの和食定食です。はい、美味しそう。すげえうまそうやけど。え、このサラダもマシしてたから。それは買ってきました、僕。いや、俺んちゃん昨日豆ちゃん悪いじゃん。はい、じゃあいただきます。どうぞ。いただきます。食べてください。どう、カレーの匂いとか。ばっかり匂いする。おめでとう。かった、かった。え、めっちゃしっかりしてるやん。嬉しい。え、めっちゃ身すぐ取れる、これやばい。いただきます。はい、どうぞ食べてみて。うまい。うまい。やばい。ガチで。うん、ちゃんと染み込んどるわ。よかった。上の方も完璧。え、味付け結構適当やん。え、完璧やわ。完璧やった。ちょうどいい。珍しいな、その褒めるって。え、ほんと美味しいんやけど、待って。うん、お母さん超えた。超えたかもしれん。マジで。俺はちょっと焦げとるけど。ちょっと焦げちゃってね。美味しい、美味しい。よかった、よかった。上にもしっかり味が通っとる。よかった。うまっ。うまっ。じゃあ僕も食べてみます。ガチうまい。じゃあいただきます。いただきます。お、僕ね、美味しい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 。もう味しっかりついとる。うん。あ、全然臭くないね。うん、臭み全然ない、一つもないわ。いや、頑張って、ダイエット。頑張ります。このラーメンの焦げたとこまで美味しく、買った。ほら、焦げは焦げでね、こうやってなんか塩焼きっぽくなってるから。つや、焦げたおかげで、匂いを楽しめる。あ、美味しい。美味しい。覚えたんや、だから一個料理。一個覚えたね。これで地元とかで、ねえ、今日何するパーティーしようやつって。カレーの煮付けっていいけど。絶対ならんやろ。絶対に。は、カレーの煮付けって。ババアかね。っていうな。最近の若者はこういう和食にも分からないんだ。だからペッパーランチばっか食っとるんだよ。バカお前。俺はしゃべった。俺はしゃべった。頼まかったけど。たまにこうやって和もいかんと、ちゃんと。うんうんうん。だから最近の若い子はもう口開いたら焼肉食べながらすぐ出るんバカお前。ピザとかな、ジャンクとばっかりやったお前。和食忘れない。だから俺みたいに体験になれんバカ野郎。本当に。マジ後悔すっかり無理だよ、本当に。あ、このカレーの和食定食、うん、ぜひ、その一人暮らしとかの大学生とか、ぜひ作ってほしいな。
めっちゃ簡単で美味しいから、しかも安いもんね。安いしね。はい、ということで、はい、ありがとうございました。はい、どうもどうも、非常に美味しかったです。よかったです。はい、ということで本日は、ま、和カレーの煮付け定食作ってもらったんですけど、次はね、洋もね、今さっき洋ディスったばっかりやけど洋風だね。うんうん、ムニエルとか。あー、いいね。次俺作るかな。えー、やっちゃっていいっすか。俺ができてないもん。汚いわけねえわ。いいですか、もう次俺が作っちゃうな。野菜ね、ザ洋でいいかもしれんね。洋もんで、うんうん、じゃあ次の邪魔待っとるね。待ってください。はい、待ってます。はい、ということで本日はね、買ってきたカレーが次やったところで俺じゃねえよ、釣ってきて、うん、やりましょう。参りましょう。ということでね、はい、まあ本日タカがさすがだぜ、黙ったら。それではちょっとベトナよろしくお願いします。お願いします。インスタ、ツイッター、概要欄から SNS フォローもよろしくお願いします。お願いします。これ間違いない、大人気企画ね。大人気する企画。はい、じゃあまた次回の、はい、料理動画でお会いしましょうか。はい、うまい。バイバイ、ありがとう。バイバイ。なんかやろうと思ってる今。よかったね。よし、ゴーシャックでカレーを使って一発焼くお願いします。カレーを食べてカレーにまう存在は僕にとってかけがえのない特別なもの。 Q&Aテイクなマインドをギブアンドギブに変えるくらいに、ひとときも離れず寄り添いたいけど、それただ僕のエゴイズム。せめてこの歌が君のそばで心地よく響き渡るといい。